スコープ入門のパート7です。で、これが、最後の、例題になります。で、例題の名前は、人員割り当て問題。スタッフのスケジューリング問題ですね。で、いわゆる職場で人を、どういうシフトに割り当てるかという問題です。で、今、簡単のために4人のスタッフですね。A さん、B さん、C さん、D さんがいて、彼らの1週間の、スケジュールを考えることにしましょう。で、こういう箱の中にシフトを入れるんですね。シフトの種類は今、朝勤、昼勤、夜勤と。こういう1か2か3という数字をここに入れていくというのが、いわゆる、シフトのスケジューリングですね。スタッフスケジューリングもいろんな種類あるんですが、こういうシフト型のスケジューリングになります。もう一つ、ゼロという、休みを表す、シフトもあるものとしましょう。で、ゼロを入れるとそこは休みになる。で、休みでない、のを出勤日と言います。出勤日は、この A さんはここに、この横見たときに出勤日が何日か、あるか。というのの下限と上限、ミンとマックスがあるものとしましょう。それぞれ最低3日間は出勤して、最大6日間しか出勤できないという制約があるものとしましょう。で、この朝勤、昼勤、夜勤というスタッフに必ず今、1人以上のスタッフがいるものと、こういう制約条件がついているものとします。非常に単純な問題ですが、一応実践向きになるように、いろんな付加条件を、考えます。で、各スタッフは1日に、1つだけ。だから、ここに入るのは、1か2か3か0。で、1、2とかっていうのはダメですと。で、次がややこしくて、異なるシフトに移るときには、必ず休日を入れる。例えば、朝勤とやった後に、夜勤というのはダメなんですね。昼勤もダメ。夜勤も昼勤もダメ。一旦休日挟んで、夜勤とか昼勤とか。また休日挟んで、昼勤とか。こうは OK としましょう。で、次の3番目の制約は、シフトの昼と夜ですね。昼と夜というのは、最低2日間は連続ですね。2、3のシフトは、昼やったら昼昼と。夜やったら夜夜と。最低2日間。二日以上でもいいんですけど、昼やって休んで夜やってとかっていうのはダメだということです。で、シフト夜は4日以上連続、ずっと夜勤ってもまずい。4日以上はダメですという制約がついているものとしましょう。こういう制約を付加しても、割と簡単に、制約が追加できますよというのが、今回の目的です。で、それでは、スコープを Python で、プログラムを作っていきましょう。最初にデータを、準備します。Periods というのは、木の、リストです。で、1から開始するものとしましょう。1から7まで1週間分の、スケジュールを作ると。シフトは、0、1、2、3のリストとしましょう。0は休みです。1が朝勤、2が昼勤、3が夜勤とします。で、スタッフもリストで、A、B、C、D の文字列からなるリストを考えます。で、数理最適化とか混合整数最適化で定式化する場合は、こういった変数を使うのが普通です。何かというと、0、1変数。で、スタッフ i が、key t に、シフト s になった時に1というので、この3つの数字がつくような変数になります。一方、制約最適化、スコープで定式化しようとした場合は、いろんな方法あるんですが、S の数字をなくして、通常は大文字の X とかで表すんですが、プログラムの中ではバーと表してますが、スタッフ i が、key t に割り振られるシフトの集合をドメインと定義して、そこから値を選ぶと。したがって変数が少し減るということになります。で、プログラムの中では、バーという、キャピタル X でもいいんですけど、バーという、からの辞書を作って、変数を追加していきます。ドメインはシフトです。これです。これをドメインとしていると。したがって変数が1/4で済むことになります。
で、複雑な制約をどのようにしてやるかという部分ですけど、各スタッフは、最低3日以上出勤。まあ、これは簡単ですね。スタッフの出勤する、数というのを左辺に持ってきて3以上。で、6以下も簡単です。スタッフの出勤する数が、6以下。出勤するわけですから、休日を表す0というのを、これ、1からになっています。1から連シフトになっているので、0を除いているんですね。Python のレンジというのは、ここが下限、1から始めて、この数、引く1ですから、0が入ってないので、休日を除く、項にだけ、バーを追加しているということになります。で、夜勤は最大4回。これも簡単で、夜勤を表すシフトに対してだけ、X の合計を取って、それが、4以下という制約を付け加えば、いいわけです。で、次は、各シフトには必ず1人のスタッフ、スタッフの、加減制約。これ加減だから本当は、以上ですね。を、制約として、入れるわけですけど、これも同じように、各シフトに割り振られた変数の合計ですね。を、右辺が1で、こういう加減制約を、追加してあげればいいわけです。で、この辺から複雑な制約になっていて、異なるシフトに移る場合には、必ず間に休みを入れなくちゃいけない。違うシフトを、例えば1というシフトの後に2をやるのは、これ NG なんですね。必ず1、0、2みたいにして、休みを入れる必要があるというのが、この制約です。どうするかというと、ある期に、これ値変数を使った定式化です。実際の定式化は、この S という数字がない、変数を使ってますので、ちょっと変わってくるんですけど、値変数、これは0、1変数と考えると、こういう制約ができます。スタッフ i が期 t にシフト S に割り振られていたら、その違うシフトに次の期 t プラス1期に割り振られる。としたときには、これが1でこれが1ですから、左辺は2になってしまうので、1以下にならない。したがって、必ず、違うシフトが入ってはいけないという制約になります。で、制約としては、4bit。4bit って禁止するって意味です。禁止するという名前の辞書を作っておいて、線形制約を追加します。右辺は1です。で、変数はどこに追加するかというと、まずシフトを表す、ここですね。この制約を表す変数を追加して、今度は、これはまあ最初の期の時は、その前の期がないので、ちょっと別に扱うという制約なんですが、そうでない時は、次の期ですね。次の期、この t プラス1期の割り振られているものが、s 以外の、s 以外の k に対してだけ追加すると。そういう制約を付け加えると、こういう制約が出来上がります。これがその、間に休みを入れるという、制約です。次が、連続して行わなくちゃいけないという制約ですね。昼勤、夜勤だけ、すなわち、シフトが2、3に対してだけは連続して行う。連続っていうのは関数キューティブですから、コンスと省略して、書いてますけど、これがその値変数を使った定式化です。ちょっとややこしいんですが、こいつを右側に持ってくれば簡単で、スタッフ i が key t にシフト s になっていたら右辺が1になります。こいつが右に来ると。マイナスがプラスになるので。ね。その時は、必ず t-1 期か t プラス1期が同じシフトに割り振られてなければいけない。両方とも0じゃまずいですよと。右辺が1で、こっちが両方0になると制約破っちゃいますから、必ずいずれかが同じシフトに割り振られてなくちゃいけないという制約になります。で、さっきと同じなんですけど、この係数ですね。マイナス1なので、マイナス1で、この変数を追加して、こっちは、t-1 期ですね。こっちは t プラス1期。で、最初の期だけ特別扱い。して、右辺は1で、ディレクション、あ、右辺0ですね。右辺0なので、right hand side イコール0というのは、規定値0なので、省略して書いても構いません。変数の向きは以上で。ということで、これでこの、連続、シフト制約が追加できます。これらの制約を追加して、目的関数ないわけですから、実行可能解を見つければいい。
で、こういう答えが出てきました。A さんはここからずっと昼勤。昼勤に関しては制約ないので、ちゃんと、5日間働いているので、下限上限以下。で、B さんはずっと朝勤で休み入れでまず朝勤。で、これ昼勤で休みで夜勤。で、夜勤はそんなに続けられないので、一旦休んで朝行って休んで夜。まあ、これが実行可能会のうちの一つです。実際のそのスタッフスケジューリングも、こういったシフト型ですと非常に簡単に解けます。最近では、シフト型でないものもですね、バイトを入れたようなスタッフのスケジューリングもたくさん増えてきているんですが、スコープを使えば比較的簡単に、転職ができて解くことができます。